マット・ライナーとは、カリフォルニア州、サンターナ出身の元アメリカンフットボール選手。現役時代のポジションは、クォーターバック、左投げである。生まれつき写真であり、3歳の時に手術を行った。大学進学を決める際、ポール・ハケットヘッドコーチ、ヒュー・ジャクソン・オフェンスコーディネーターのいる USC への進学を決意していたが、 2000年シーズン終了後、ハケットと多くのコーチが解任されたため、ジョージア工科大学、アリゾナ州立大学、オクラホマ大学への進学も考えた。最終的に彼が選んだのは、ピート・キャロルヘッドコーチが就任した USC であった。1年時には、ハイズマン賞を受賞するカーソン・パーマーの控え QB となった。2年時には先発 QB のザオ1学年上のマット・キャ。 セルと争った末勝ち取り11勝1敗でシーズンを終えた。ミシガン大学とのローズボールではパス34本中23本成功、327ヤード、3タッチダウンパスを投げて MVP に輝いた。13試合でパス402本中255本成功、3556ヤード、38タッチダウンパス、9インターセプトの成績を残した。 ハイズマン賞の投票では6位となった。3年時に2990ヤード、28タッチダウンパスの成績を残し、レギュラーシーズンを12連勝し大学を全米ランク1位に導く活躍を見せて、ハイズマン賞を受賞した。オレンジボールでは同じく、ハイズマン賞を受賞したことのある。 ジェイソン・ホワイトのオクラホマ大学と対戦し5本のタッチダウンパスを決めて55から19で勝利した。ドラフトにアーリーエントリーすれば全体1位で指名を受けて巨額の契約を勝ち取る可能性もあったが4年時も大学に残る決断を下した。4年時の2005年にもレギュラーシーズン12戦全勝を果たした。ノートルダム大学戦では 自己ベストの400ヤードを投げた。この試合リードされて、残り時間1分36秒、自陣26ヤード、第4ダウン残り9ヤードの場面でオーディブルでプレーを変えて、マンツーマンカバーを打ち破る61ヤードのパスを成功。最後は残り3秒で、キュービ b ースニークを決めて34から31で勝利した。この年のハイズマン賞の投票でもチームメイトのレジーブッシュ。 テキサス大学のキュービー・ビンス・ヤングに次いで3位となった。ローズボールでヤングのテキサス大学と対戦し、パス40本中29本成功、365ヤードを投げたが38から41で敗れた。4年間でパス1245本中807本成功、1693ヤードを投げて99タッチダウンパス、23インターセプトであった。 タッチダウンパス、パス成功率は USC 記録、獲得ヤードもカーソン・パーマーに次いで史上2であった。先発した37試合中負けた試合はわずか2試合で彼の背番号11は永久欠番となった。2006年に NFL ドラフト1巡目全体10位でアリゾナ・カージナルスに指名された。 8月8日までホールドアウトを続けたが8月14日に6年5100万ドルの契約を結んだ。同年11月26日のミネソタ・バイキングス戦では NFL ルーキー記録となる405ヤードのパスを投げたが6から10で試合には敗れた。第16週のサンフランシスコ・フォーティナイナーズ戦で左肩を痛めた。 この年11試合に先発出場し2547ヤード、11、タッチダウンの成績を残し彼が先発した試合で、チームは4勝7敗であった。2年目の2007年10月7日、セントルイスラムズ戦で、ウィル・ウィザー・スプーンにサックされた際に鎖骨を骨折し、シーズン絶望となった。この年5試合に先発出場しパス成功率53.6%、 647ヤードにタッチダウン、4インターセプトの成績に終わった。2008年 ASQB の座をカートワーナーと争ったが敗れ、ワーナーの活躍でチームは第43回スーパーボールまで進出した。2009年もワーナーの控えとなった。シーズン終了後ワーナーが引退し、チームにはプロボールに選ばれたこともあるデレック・アンダーソンが加入したが、 2010年3月に、ケンウィゼンハントヘッドコーチによって、そのシーズンのエース QB に指名された。しかしプレシーズンでは思うような結果を残すことができず、途中から先発 QB の座をアンダーソンに譲った。最終的に先発 QB の座を取り返すことはできず、最終ロースターカットの期限である9月4日、チームから放出された。4シーズン所属したカージナルスで、彼が、 先発出場したのは11試合、7勝であった。カージナルスを解雇された直後、控え QB を必要としていたヒューストンテキサンズが興味を示し、ライナーとはテキサンズと1年契約を結んだ。2010年シーズンは出場機会はなく、先発 QB のマット勝負、2番手 QB のダンオーロフスキーの他に2011年のドラフト5順でテキサンズが、 t j エイズを指名したこともあり、放出されるのではないかという見方もなされていたが、同年7月、チームと再契約を果たした。ASQB のマット勝負が故障したため、第12週のジャクソンビル・ジャガーズ戦で2年ぶりに、先発出場したが、利き腕である左肩を痛めて、退場、その後の検査で鎖骨を骨折していることが分かり、そのまま故障者リスト入りし、シーズン絶望となった。 2012年3月12日、テキサンズより解雇された。2012年5月1日、オークランドレーダースと1年契約を結んだ。第16週のカロライナ・パンサーズ戦では、第1級に負傷したカーソン・パーマーに代わって、途中出場したが115ヤード獲得、1INT と結果を出せなかった。シーズン終了後、フリーエージェントとなった。 2013年8月25日、E.J. マニュエルが膝を負傷し、ケビン・コルブが脳震盪を起こしたバッファロー・ビルズに、タデアス・ルイスと共に加入したが、デトロイト・ライオンズとのプレシーズンゲームで、パス10本中3本成功、11ヤードにインターセプトに終わり、8月30日に解雇された。NFL ネットワークのマイケル・ロンバルディによると、 練習態度やプレッシャーを受けるとすぐにパスを投げてしまう部分が問題視されてカージナルスを放出されたと分析されている。カージナルス時代の2008年にアリゾナ州スコッチデールでセレブリティビーチボールを開催している。ありがとうございます。